実際、まあ、いろんな、多分、しゅんさんも知ってると思うんですけど、うん、トライアウト受ける前にアプローチがあるじゃないですか。うん、大体その選手じゃないと取られないじゃないですか。うん、だから僕らは、よく言われるのは墓場って言われてて、うん、なんかあの、まあ、最後に野球やって、うん、もう綺麗に終わりましょうみたいな。はいはいはい、で、悔いはなかったよね。最後野球できたらいいのっていう場所だと思うんですよ。そうで今はテレビが入ったりとかしてて結構盛大にお客さんもいて、うん、バッターも今なりとかなったら、うん、わーって言ってくれたの、頑張れ頑張れとか言ってくれるんですけど、うん、ちょっと感動的にするんですよ、うん、でも実際はもう思い出作りというか、うん、そういう感じの雰囲気です。トライアウトで1万人ぐらい来てもらって、はい、そこで真剣に勝負したいな、はい、おー、うん、でも実際僕もピッチャー見た時に結構おいっていう感じですね、うん、なんかちゃんと投げてくれよっていう、はい、正直普通はやっぱ落ちるですね。そうそう、はい、うん、もうメジャー1軍レベルのバリバリのピッチャーを見てきた新人だったら、うん、おいってなるかも。あれでもちょうどいいかも。でも逆になんかまっすぐがどこに来るか分かんないんで、その怖さはあります。ああその辺は大丈夫だ。でも俺14年やってないやんか。はい14年やってなくてのやっぱね、あの動体視力っていうのは、はい、落ちるんですか。いや多分ね、俺2年間なんですけど、うん、でも感じてます。やろ、なんかもう公式のバット持ったら持ったね、うん、今何式のバットしか持ってないんで、うん、で高級ないからすっぽ抜けちゃうし、うん、そうやろ、はい、俺シーズン終わってオフあるやん、はい、オフが明けてのキャッチボールって全然いかないやん、はい、それを14年やってなかったのよでも14年やってなくて、まあ最初石投げから始まったの、はい、バリで、はい、さあ目指そう、プロ野球選手目指そう、ボールないしグラブないし、うん、まあ、とりあえず石をね20個ぐらいこうボールみたいな形をね探して投げるとこから始めて、よっしゃいけるんじゃうで、知り合いの人と手伝ってもらってボールが届いて、うん、一発目で90投げたの。えっやばない。で僕見てるんですよ、うん、インスタとか YouTube 見てるんですけど、うん、スロー完璧っすね。いやいや俺ほらすごかったよ。いや、すごかったですよ。現役の時。